そのアメリカ研修を通じていろいろあると、ね、あったと思うんですけれども、初日からね、パスポートがないとかね、あったり、携帯がないとかね、いろいろなトラブルありましたけれども、こうやって無事、全員元気に、特に怪我もなく、あと、リカさんも大丈夫です、具合は。大丈夫、大きな体調不良者もなく、無事、東京に戻ってカリカリさんになんか一言ぜひもしよろしければいただけますか。本当に皆さん元気で帰ってこれてよかったと思います。はい、せっかく旅行に来れてご両親とかにも感謝して、先生も、ね、皆さんのために一生懸命やってくださって素晴らしかったと思います。皆さんもなんか、ね、一生懸命ホームステイとかでも頑張ってられて随分成長したんじゃないかなと思います。はい、元気でまた頑張って学校の方もね、体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございました。ありがとうございました。そして近畿日本ツーリストの大島さんもいろいろとお話ししていただいてありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ということで11日間だったんですけれども、ホームステイが、ね、結構皆さんなんかいろいろと最初不安で大丈夫かなみたいなことがあったと思うんですけど、もう終わった後のみんなのこう、なんていうか、成長具合というか、そういうのも感じ取れたかなと思います。だからアメリカ行っちゃうとね、もうあとこれ日本どこにでもさ、行けそうな気するよね、みんな多分。どこでも行けるわみたいな、海外旅行とかもね、なんかどこでも行けるわみたいな感じがすると思うんですけど、なんか本当に今回の、経験を踏まえて、そのみんなのなんかコミュニケーション力というか、その積極性みたいなのが、アップしたんじゃないかなって思ってるんですよね。ホームステイ最終日にさ、みんなに朝、こうやって動画撮ったじゃないですか。でやっぱり最初は不安だったけど、もう後から、だんだんと積極的に自分から話しかけれるようになりましたみたいなことがみんな結構口々に言ってたんですけど、そういうことが非常に大事なんじゃないかなって思うんですよね。いろいろと不安なこととかもね、怖いこととかもいろいろあったかもしれないんですけど、まあ、無事こうやって終了することができたんで、よかったかなと思います。はい。で、明日はお休みになります。で、その明後日が、実践考古学がありますので、それには登校ということで、それが終わって、冬休みということになりますので、今日は一日ゆっくり、ね、休みいただいて、外を見るとね、すごい今、吹雪がめちゃくちゃ吹雪いてるちょっと荷物持ちながら傘とかさせないし、みたいな、ちょっと大変だと思うんですけど、お家の方を迎えに来てくれると、何か巻き込んでしょうね。はい、バスで帰る人を、バスもちょっと荷物も多いので気をつけて、お家に帰るまでが研修旅行ベタなセリフベタなセリフですけどね、はい、お家に帰るまでが研修旅行なのでしっかり、気をつけてね帰っていただければと思います。はい、ということで、以上で、アメリカ研修11日間ですね、以上をもって終了したいと思います。皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。